ここでは目的の弦を強く弾く親指アルペジオの練習をしてみましょう。フレーでは赤丸の部分をメロディーと見立てて強く弾いていきます。それ以外のところは弱く弾きます。最初は少し大げさに音量差をつけてあげるといいと思います。これができるようになるとソロウクレレの中でメロディーを際立てて弾くことができるようになります。それではやってみましょう。